アルバムの石澤です。今日は、サイドバング顔周りの作り方を説明させていただきます。まあ、こっちが長めの前髪とこっちが、まあ、ショートスタイルでの、顔周りの切り方を説明させていただきます。お願いします。それでは早速切っていきます。まず真ん中でブロッキングを取るんですけど、最初は奥行きそんなに作らず、まあ、約2センチぐらいで、こっちの前髪が落ちてくる位置で決めることが多いんですけど、ウィッグの場合、まあ、横もだいたい2センチぐらいで自然に下ろして、だいたい黒目と黒目の間が前髪なイメージで考えていただければと思います。逆サイドも同様です。そしたら前髪を、まあ、長さはお客様の予防に合わせて設定していただければと思うんですけど、まあ、今回は目の上くらいの長さで作っていきます。そしたらここからサイドバングを作っていくんですけど、この今切り終わった黒目のところで切り終えたところからサイドバングを流れるように作っていきます。でブロッキングは先ほど取ったところより少し上のところから大体こめかみの位置ぐらい、こめかみの位置ぐらいで一度ブロッキングを取ります。ここから斜めにコーミングをしていきます。まっすぐじゃなくてちょっと斜めに、イメージとしてはまっすぐこう横に引っ張って切っちゃうとどうしてもつながってまっすぐなラインになってしまうので、こう引き出す角度をだんだんちょっと扇状に斜めにして切っていくと切りやすいです。そしたら顔周り、基本のこめかみのところ顔周り1センチぐらいをブロッキング取っていきます。でベースで切ってるもみあげの位置と先ほど切ったところをつないで切っていきます。でこの時引き出す角度は、まあ、先ほどはちょっと上だったんですけど、ちょっと少しコーミングするときに下にステムをやっていきます。でこことここをつないでいくイメージで切っていきます。ショートの場合、顔周りのサイドバング作ったところから表面に一緒にレイヤーを入れていきます。でさっき前髪作ったところから少し後ろのところからスライスを取っていきます。先ほど切ってるサイドバングのガイドがあるので、そこから少し指1本分ぐらいガイドを上げます。ガイドに沿ってそのまま同じところで切っていきます。
今切ったところよりまた少し後ろに、後ろからスライスを取っていきます。で、先ほど切ったところと同じ場所でステマを開けて切っていきます。全体的にコーミングして、前にコーミングをして出てこないかチェックしていきます。こちら側も同様に切っていきます。ただ、まあ、このままだとサイド番号重たくてどうしてもこっちに流れづらくなるので、まあ、流れやすい質感を入れていきます。ブロッキングとしては、まあ、奥行き大体3センチぐらいのところからこめかみあたりまで、ブロッキング取っていきます。スライスは前髪、顔周りはたくさんで取ってしまうと毛がバラバラになってしまうので、細かめに取ってあげた方が、細かい質感作りやすいと思います。まあ、セニングで今回は作っていくんですけど、ハサミの入れる角度としてはやっぱり下ろした時にこう後ろに流れるような前髪を作っていきたいので、入れる角度としては、引き出した角度に対して平行というよりかは少し斜めに入れていきます。で、まあ、髪の毛は短い方から長い方に流れるので、この角度で入れてあげると中に短い毛がこっちに来てこっちに長い毛が来るので後ろに流れやすくなっていきます。まあ、基本的に根元というよりかは毛先、中間毛先にメインに入れていきます。ただこちら側も同様に切っていきます。こちらも角度は平行じゃなくて少し斜めに入れていくんですけど、まあ、今度は下ろした時に後ろに流れやすく、こっちに流れやすくしたいので、先ほどとハサミを入れる角度はこうじゃなくて逆になっていきます。長めの前髪での
顔周りの作り方をやっていきます。まず前髪を作るんですけど、作る場所としては真ん中で、奥行きは、初めは少し狭めに、大体2センチぐらい、この三角形を作っていくんですけど、基本的に落ちる位置が黒目と黒目の間に来るぐらいでブロッキングは取っていきます。長さは一度今回は目の上くらいで切っていきます。ただ顔周り作っていくんですけど、先のところからもう2センチぐらい増やしてあげて、一度こめかみあたりまで毛を取っていきます。サイドバングを作ると、ここのこめかみ部分の隙間を埋めてくれるので、より小顔に見えるようなカットになります。一度目安3分割ぐらいしてあげて、だいたい1個目のところを真ん中に引き出してきて、引き出した時にだいたい鼻の頭ら辺のところで一度切ります。と、はい、で次のところを引き出してきて、だいたい唇ラインぐらいで切って、で最後のところを目安顎ラインぐらいで切ります。したらおよその形を作ってあげて、あとはここの、ラインを全部つなげるようなイメージで切っていきます。で前に引き出してきて、今切ったガイドのところをすべてつなげていく。前髪からこめかみに対して流れて、ここの一番横の長い毛がここの頬骨のラインをカバーしてくれるようになる、小顔になるようなサイドバングになります。そしたら逆側も同様に切っていきます。今切ったベースカットから質感調整をして、より流れやすくするように入れていきます。で、サイドバング、顔周りの毛はだいたい後ろに流れるように切ってあげると毛流れができて可愛いので、
ブロッキングを取って、引き出していきます。ただまあ自然に落ちる位置で取ってあげて、ハサミセミングで入れていくんですけど、まあ、まっすぐじゃなくて少し斜めにして後ろに流れやすい角度で入れていきます。まあ、先ほどと同じスライスで取って入れていっていただければと思うんですけど、まあ、一番後ろのこの顎ラインに沿うところは後ろにっていうよりかはまあ下に流れるように作ってあげると結んだ時に遅れ毛になって可愛いので、上から入れていきます。そしたらここから今度ワイドバングを作っていきます。ワイドバングっていうのは、まあ、前髪があって、まあ、横に広くなる前髪のことで、こうサイドバングみたいに流れるようにっていうよりかは、まあ、この前髪の幅がちょっと広くなる前髪になります。で、まあ、ここの幅はお客様によって変わってくるので、まあ、大体目安、まずは目尻ぐらいのところでスライスを取っていきます。今回は少しラウンドさせるような感じのワイドバングを作っていきます。で、まず前髪の一番真ん中のところですねは少し短めに切ります。で、まあ、眉下ぐらいで切っていって、ここから、全部真ん中に、今切ったところの真ん中に持っていって切ります。と真ん中に持っていくことによって、少しこっちダイレクションかかるので、自然に戻した時に横の髪の毛が長く残っていくので、そちらを利用していきます。まあ、少しずつブロッキングの幅を増やしていきます。こちらも同様に真ん中に持っていって、で、まあ、目安としてはこめかみのここの幅が埋まるくらいの長さで作っていきます。反対側も同様に切っていきます。Thank you.